こまでは追ってこられないみたいだ。大丈夫か、ラヒーダ。いや、違う。お前、この感じ、戻ってきたのか？ん？今度はまた、旅人本人なの？さっきまでずっと、ナヒーダがお前の体を操ってたんだ。キャサリンの人形が壊される直前に、意識を急いでお前の体に移したみたいだった。そしたら、ティナリが騒ぎを聞きつけてやってきて、一緒に傭兵たちを倒してくれたんだ。それでここまで逃げてきたってわけだ。え？交換？もしかしてお前の意識もナヒーダの体に入ってたのか？それでナヒーダの意識はどうなったんだ？今どこにいるんだよ。意識をこうして自由に転移させられるなんて、この目で見てなかったら信じられなかったよ。これはまだ人が到達できる範疇のことじゃないだろうね。そうだ、さっき逃げるとき君の肉体に入っていた意識から君への言伝を頼まれたんだ。彼女はこう言っていた。博士はすでに意識を閉じ込めておく方法を見つけた。もう同行はできないけれど、たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。これでナヒーダは完全にスラサタンナ聖書に閉じ込められたってことか。まずいぞ。ナヒーダが言い残したのはそれだけか？わけがわからないぞ。あ、そっか。博士はもうナヒーダの意識を捉えてるから、ナヒーダが何を言ったか分かっちゃうんだもんな。慎重なんだ。たとえ月のない夜でも、星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。月と虚言と嘘は、過信探祭の時の錬金占いだよな。星の光も、ナヒーダが前に使ってた比喩だったような。確か、セタレに関係があったか？おお、そういえばそうだったな。つまりナヒーダは砂漠に助けを求めに行けって言いたかったのか。でもナヒーダがいない今、オイラたちだけで大丈夫かな。パイモン、今、スラサタンナ聖書って言った？君たちの言うナヒーダ、つまり、旅人の体の中にいた意識は、もしかして、宗神様なわけ？確かに合ってるけど、今は複雑な状況で、ちょっと説明するのが難しくて。いや、大丈夫。学者の好奇心は何も、時と場所を完全に選ばないわけじゃない。状況がどれほど複雑なのかは、ちょうどさっきこの目で見てるしね。君たちとはひとときを共に過ごした仲だし、クラクサナリデビ様も君たちの味方みたいだから、僕は君たちを信じるよ。おう、ありがとな、ティナリ。そうだ、オイラたち前から聞きたかったんだけど、賢者たちの進めてるプロジェクトについて何か知らないか？それが、僕は確かにプロジェクトに参加しろって誘われたけど、賢者たちは一切その詳細を話してくれなかった。だから断ったんだ。僕が知っているのは、プロジェクトが世界樹の修復と関係してるかもってことだけ。ん？ナヒーダと意識を交換してた時に何か見たのか？え？根拠は？そうか、ナ
るほど。道理でハイパシアの症状が以前の狂った学者たちとは違うと思った。今生まれようとしてる新たな神の意識に触れたからだったんだ。ティナリはハイパシアのためにアビディアの森を離れたのか？そう、ハイパシアの精神の異常に気づいたんだ。だけど症状が特殊だったからこっそり彼女をパルディスディアイまで連れてきて彼女を元に戻す方法を探ろうとした。そうでもしなければ今頃彼女はマハマトラたちによって砂漠のアール村に追放されていただろう。ところで僕も以前から教令員がクラクサナ・リデビ様を軽視していることは知っていたけど、まさか新たな神の創造なんて傲慢でうぬぼれたことをしようとしてたなんてね。誘いを受けなくて正解だったよ。博士と残票、ファデュイの執行官が二人もスメールにいるのか、先が思いやられるね。でも君の説明からするとプロジェクトはまだ完全には終わってない。つまりまだ奴らを止める余地はあるってことだ。新たな神の創造と世界樹の修復に一体どんなつながりがあるのかな。賢者たちの目的は未だにはっきり分かってないんだよな。おお、今ある情報もだいぶ整理できたしな。まずは行動しようぜ。ティナリ、何か考えはないか？僕はひとまずここに残る。ハイパシアの方も何とかしてあげたいしね。砂漠に行くならまずはキャラバン宿駅に行くといいよ。あそこが砂漠地帯へ行く一番便利なルートだから。何か僕に手伝えることがあったらここまで来てくれ。君たちに知恵が訪れますように。おう、ハイパシアが良くなるといいな。それじゃあまたな。この壁って防砂壁って言って外からの砂を防ぐためのものなんだよな。こんな高い壁、もしかしたらこれもマハールッカ・デバータの神業なんじゃないのか？こんなところでほうけてないで来い。え？こっちだ。あいつはどこに行った？くそ、さっきまでここにいたのに見失うとは。エルマイト旅団？今回は誰の手先なんだろう。オイラたち、つけられてたのか？油断しすぎだ。あの尻尾たちの尾行の程度なんて、たかが知れている。
すぐ気づけただろうに。礼はいい。俺はそういった人情や貸し借りには一切興味がない。見かけたついでに間違いを正しただけだよ。教令院で身についた習慣とも言えるな。こんなところで会えるなんてな。アルハイゼン、さっきはオイラもびっくりしたぞ。前にオルモス校で別れてから教令院に行くって言ってたよな。いや待てよ、お前もしかしてオイラたちを捕まえるために教令院が送ってきたわけじゃないよな。ほう、どうやら教令院と揉めているようだな。遅かれ早かれこうなるとは思っていたが、俺が君たちを捕まえようとしているのなら、今頃君たちはとっくにエルマイト旅団の手に渡り、俺が手柄を立てるのを指をくわえて見ているだけだったと思うが。うん、それもそうだな。賢者のプロジェクトを手伝うのは俺の課題じゃない。学者として俺は研究自主性を追求する派だ。近頃は賢者よりも君の方に興味があるな。そういうわけじゃない。実は未だに神の缶詰知識を追っているんだが、あいにく行き詰まっていてな。神の缶詰知識は砂漠地帯からオルモス港に流れ込んだと言われているが、もっと深く探るには出どころを突き止める必要がある。それと君に興味を持っている理由、それは以前アフマルの目のボスが君の前で神の缶詰知識を使った時、君は彼の様子を見て複雑な表情で深く考え込んでいただろう。俺が思うに君は何かしらの情報を隠しているはずだ。それについて話してくれないか。アルハイゼンってすごく鋭いんだな。そんな細かいことまで覚えてるなんて。そうか。確かに俺も教令院のものだからな。立場的にも警戒するのは賢明と言えるだろう。だが少なくとも君は確かに何かを知っている。そうだろう。構わない。直接答えをもらうより俺は自分で調査する方が好きだ。ところで君たちも砂漠へ行きたかったのか。ああ、お前と同じだ。でもこれといった目的地はまだないな。ならまずはアール村に行くといい。あそこは砂漠で最大の集落だ。情報も資源も多い。どうだ、一緒に行くか。知ってる人が旅の仲間になってくれるのっていいよな。それじゃあ行こうぜ。よっ。あなたのためになったなら幸いです。
総流水泳だ。この先が砂漠の民の避難所、アール村だ。ここの地形独特だよな。結構面白そうな場所だ。早く見て回ろうぜ。俺の記憶が正しければ、教令院にいた頃はあまり関わりがなかったはずだろう。偶然会っただけだというのに、その態度はどうしたことか。大マハマトラ殿、運よくこの一槍を避けられたとしても審判から逃れられるとは限らないよ、アルハイゼン。審判？先ほどの君の行為は審判か、それとも粛清だったのか。俺は全力を出していない。もし出していれば、その旅人では俺を止められなかっただろう。一見暗殺に見えただろうが、ターゲットの反抗心と逃亡意欲を失わせるためやったことに過ぎない。これがマハマトラのやり方だ。お前も知っているだろう。あくまで君個人のやり方に過ぎないと思うが。こいつ誰なんだ。アルハイゼン、さっき大マハマトラって言わなかったか。ああ、教令院のマハマトラたちのトップ、大マハマトラのセノだ。学術犯罪の領域において彼は誰もが恐れるハンターさ。お前たちはアルハイゼンを深く信頼しているようだな。それどころか、そいつのために俺を阻むとは。仮に俺がお前たちだったら、そいつの方には決してつかない。何を話されても信じたりはしない。その書記官は俺が長きにわたって追っていたターゲットだ。お前たちの立場をはっきりさせてもらおうか。もしまた邪魔立てするようであれば、お前たちも巻き込まれると思え。アルハイゼンが何をしたって言うんだよ。お前が言うほど悪いことはしてないだろ。無駄口は叩きたくないんだ、アルハイゼン。さっき一戦交えた時に気づいたんだが、お前が隠している神の缶詰知識を渡してもらおう。それとも俺の助けが必要か。さすがはマハマトラ、嗅覚が鋭いな。この神の缶詰知識、確かオルモス港にいた時マハマトラの手に渡ったはずだよな。道理でそんな自信ありげに話していたわけだ、セノ。だが一つ気になる。これは君にとって何を意味している。それに君は教令院の大マハマトラであるにもかかわらず単身で砂漠に来た。俺が知る限り、マハマトラたちまでもが
皆君の失踪の話をしている。まさか他人には見られたくない任務でも行っているのか。仮にその任務のターゲットが俺だったとしよう。それでも君は権力と資源を使って教令院で俺を採決できたはずだろう。やはりお前は厄介だ。そんな、どっちも信用できないみたいだぞ。どうすればいいんだ。だいぶ盛り上がっているようだな、二人とも。お、え、デシア、なんでここにいるんだ。よかった、やっと信頼できる人が来たぞ。デシア、早く助けてくれ。じゃないとこいつらまた喧嘩を。ああ、確かに教令院の大物二人がまたやり合ったりしたら大変なことになるな。独りよがりな道理を並べ、教令院の虚しい規則と道義ばかりを口にする。あんたらはそんなくだらない紛争をこのアール村という浄土に持ち込んだ。どうやら誰かがあんたらをぶっ倒して、あんたらが踏んでる土地がどこなのか再認識させる必要があるみたいだな。おいおい、あんたら私の話が聞こえなかったのか。うわぁ、どういうことだ。強い風が、砂嵐か。吹っ飛ばされるぞ。また砂嵐か。最近は一体どうなってるんだ。おーい、そこの方々、こっちです。早くこっちに避難を。誰かが呼んでるぞ。風が強すぎる。早く行こう。キャンディスの声か。おい、教令院の奴らは脳みそが使えないのか。早く行くぞ。そう騒ぐな。